こんばんは。今回は8月1日リリースホームランクラッシュ2やっていきます。ちょっとねこのシリーズもみたいなんですけど、1の方ちょっとやったことないです。初めてですね。野球ゲームみたいです。やっていきます。ボイスないんだね。90秒間、相手をたくさんポイントを取った方が勝ち。ポイント制？対戦相手ね。当ててポイント稼ぐ。なるほど。ああ合わせるんだ、はい、難しいな。カーソル合わせるむずいよ。でもこれもっと速くなるでしょ。これむずくない？違う？こんなに遅くないでしょ実際は。ボイスは欲しかったな最初は。違うの？違う。難しいな。当たり判定ちょっと渋いな。ホームラン限定のゲームかもしれないな。タイトルがホームランクラッシュだったから試合するって感じじゃないんだね。ああなるほど。ワンオンワンでやるんだ。1対1で。なるほど。お、もうチュートリアル終わりましたみたいな感じかな。じゃあこれワンワンじゃん。プレイボール対人戦だよね。他に何かない？キャラクターか成長。あレベルがある。なるほど。じゃあこれしかないのかな。やるのはもうこれだけかな。まず見る、もらえるもんもらっとこうか最初に。あ、すべて受け取るとかそういうのはない。ちょっとめんどくさいな。一括受け取りとかはないのは。あーはい、カードですね。あれだな、スキルなんだこれ。カード、おー星4ってことで星5まであるな。パックなんてあるな。スターターパックって書いてあったな。あ、じゃあ戻って選手でいるのかな。選手じゃない、選手だよ。あ、違う。あ、装備なんだ。さっきのあの、あ、どっか書いてある。選手出たって、あー、どっか書いてある。
性にも使えるんだね。でも多分能力高いよね。あ、そうでもない、低い、パワーない、そうか、そのままか。あ、じゃあもうこれでいいか、これでやるかな。じゃあ、あー、なるほど、開けていくのか。さっきの戦士カードもらえるかと思ったら、イデホって韓国のやつだね、かな、だと思うけど、あれだよね、あのソフトバンクにいた選手じゃないの。これやるか。じゃあしょうがないからマッチングするかな。マッチングしたぜ。しかも海外の人みたいだぜ。これはどこだい、フランスとか、どこなんだろう、フランスなんだろう。この国旗難しくないか。ほら、うーふ、むずくむずいって。むずいって。タイミング合わんし。うわ、なん今の変化球、いや入らんし。もっとゆっくり待たないといけないんだねこれ。あー、ちょっと詰まる感じでもいいね。遅くだ。ゆっくりだ。ほら、ちょっと詰まる感じで全然 OK。 あー、何あれ、あー、今度ピッチャーでこっちがやるんだよね。あ、違うの。あ、同時にやってるの。相手も打ってるってこと。ピッチャーしなくていいんだ、打つだけなんだ。なんだこれ、相手も向こうの画面で打ってんだ。あ、そういうことね。あ、じゃあこれあれだ、あの11で対戦だけど実際に対戦してる感じはないな。あの、自分がピッチャーするわけではないんだ。ただコンピューターが投げてるのを自分が打って、相手も画面上で画面の右上で打ってて、で対戦してるみたいな。あ、なるほどね。なんだろう、自分が投げて抑えるとかそういうのじゃないんだね。ただ単に打つだけ感じが分かりやすくていいかも。今回はね、韓国の人みたい。右上、ここ相手がお互い打つだけ。ああ、相手の球も飛んでいってる。ゆっくりでいいんだよこれ。ほら、ゆっくりゆっくり。ちょっと今の味は良くなかったね。あ、ちょっといかん。あのね、早くよりゆっくりな感じ。とにかくゆっくりゆっくりやれば。そうそう、もうね、詰まるぐらいでもいいよね。指導がなんかこう早かったらダメみたいですね。あら、勝っちゃった。あ、上のなんかライフみたいのが
自分がヒットとか打てばどんどんこう右に行ってって、相手が打てばこっちに来るんだよね。だから多分相手はこう失敗してる、早いんだと思う。普通の野球ゲームの感覚で言うと振っちゃうもんね。じゃなくてもう詰まる感じでいいみたいですね。なるほどね、やり方だ。タイミングでさえ間違わなければこのゲームのヒットにはなる。実際に試合であれじゃダメだと思うけど、あれだな、本当ホームラン競争特化のゲームなんだ。ホームランクラッシュだ。これか。これあるのね、すべて。デイリーミッションかな。おお。もらえるってことかな、この選手が全部開いた、そういうことかな。お、岡沢原、渋い選手が、どんな、結構前だこれ。ここだけなんか一括はないんだよね。強化していけるんでしょうね、こういうアイテム使って選手をパワー上げたりしたら。だからもうちょっと詰まってる感じでも、さっきはこうフライになってたのがヒットホームランになったりするんでしょうね。ここで育成すればレベル上げたりとか、レベル上げたりとか、このパワーとかで、あ、もうないわ。アイテム、あ、装備、装備ね、今これつけてるんだ。他に変えれば、これは、あ、自動とかないんだね。どれがいいかが分からんけど、 A は多分 B より A の方がいいから。あー、なるほど、パワーがいいね。パワーにするか。これだな、これでいい。でヘルメットが、あ、もうこれね、はい、でこれがサングラス、あれ、あ、装着しないとダメだ。はい、でこれもこれで装着、こう、OK、これでいいんじゃない。あ、スキルもあるわ。スキル、予告ホームランに失敗したんですって。心配しないでください、もう一度予告ホームランを打てるように応援してくれるんですって。こっちは巨大化、打者カーソルのサイズが大きくなるか。あー、なるほど。じゃあこれにする、これでいいんだよね。ほら、下に補正かかってるパワー、結構さっきより打てるんじゃないかな。とりあえずこれやってみようか、もう一回。うわ、今度ドイツの人だ。世界中で結構やってんな。まあお手軽はお手軽かも。実際にこう対戦してる感じはない、投げ合ってるわけじゃないからね。次ドイツだよね、この人ドイツだね、この子。あ、俺と同じような感じ。カーソルでかくなって、おー、なるほど、これはでかい。しかもほら、パワーがあるから。変化球投げやがった。見て見て、あの詰まった感じ持っていくからね。これはさっきのあの育成が効いてますよ。ちょっともうタイミング掴んじゃったかな。あれ、もうちょっとパワーつけたらいくな。ほら、ちょっとこう遅れて振ってんのに。これ KO しちゃうよ、相手を。あー、変化球やめて。はい、KO。 ほら、相手なぶね、普通の野球ゲームの感じでやっちゃうからダメなんですよ。ちょっと詰まる感じ、
で余裕でいけるね。お、また入る。ああ連携しないですね。台湾なのかな、知らないですね。ビデホとか結構昔、かなり昔じゃない。スキル入ってる。あ、レベルアップがあるんだ。カーソル大きくして、あ、これレベルアップしようかな。あ、ここ盾みたいなガードがある。何これ。でも長く遊べる感じはないな。ちょっとやったら、でも時間つぶりにちょっとやるぐらいな感じかな。本格的にがっつりこのゲームにはまるかって言ったらちょっとハテナがつくかもしれない。お、来た、また韓国の人だ。このヘルメットいいな、欲しいな。アメリカンだな俺のヘルメット。うわ、変化球投げてきた。やばい。あ、あ、いかん、押されてる今。変なのは投げられた。解散とな、少しは。やばいやばい、 KO されるぜ。何それ今の。 KO された、ひでえ。いや、技なんだ多分。あ、変化球投げたりするの、ひでえ。なんかさっきあのなんかガードのやつがあったから、なんか相手が持ってるんですよね、スキルで。そういうの。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。